今こそパラダイムシフトの時、その名もプロアクティブ X 主体的変革へ。7分間でワクワクするビジネスが見えてくる、チャンストゥーチャレンジ、中島誠司のビジタツ戦。第190回目のテーマは、今こそパラダイムシフトの時、その名もプロアクティブ X 主体的変革へ、というかっこいいタイトルですね。いいですね、プロアクティブ X。 まあこの X というのはご存知のようにトランスフォーメーションのことを言ってるんで、まあ能動的な主体的な、まあ、変革に、まあ、トランスフォーメーションしていきましょうという、そういうタイミングだっていうことを言いたいわけなんですが、まあ皆さんもね、その辺のことはもうすでに分かっているんじゃないかと。まあ、ネーミングもかっこいいんですが、まあ、いつも通りこういう概念図もちょっとかっこよく作らせていただいております。今回私たちに投げかけられているパラダイムシフトは、リアクティブではなくプロアクティブな転換。さて、改めて私がこのビジタス7でも、まあ、何度も多分お見せしていると思います、中島流パラダイムシフト75エラー、まあ、すなわち75年周期でそのパラダイムシフトが起こっているぞと、価値観の転換が起こってますよっていうことをいう概念図なんですが、もう完成の改革、いやもう競合の改革入りともやっぱりね、75年ぐらいで完成の改革が起こる、そしてそこからまた75年後に明治維新が起こる、これもまあ尊王攘夷と言われてたわけですが、まあだから変えていかなきゃいけないっていうことで明治維新が起こる、そしてそこからまた75年後、約75年後に太平洋戦争で負ける、はい、そこから75年後が今なんですよ。でここに今書いてありますように、プロアクティブ X、 すなわちこう能動的な今変革の時だよと、これまでの変革とは意味が違うぞと、これまでの変革というのはもう強いられてきた、ね、能動的じゃなくて受動的な変革だったと、ね、ここでもうどうにかしないと一揆が起こって大変だっていうんで、こう完成の改革がこうした、そしてその後明治維新が起こって、もう世界にどうにか対抗しなきゃいけないんだっていうことで頑張ったんですが、結果的に太平洋戦争によって負けてまた強いられる。でこの75年後のこのプロアクティブ X って、私がこう名付けてここにこう書いてあるこのパラダイムシフトというのは、今度はこれまでみたいに強いられてきた転換期とは違うぞと、自分たちがこう能動的にこの転換を活用する時だっていうことを言いたいわけなんですが、はい、ということでもう一度このね、プロアクティブトランスフォーメーション、主体的変革へっていう意味は伝わったでしょうか。本当にこう私たちに今、求められているのはここだぞと、もっと言えばもうどん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 こうやってこう変化していく、そしていろいろなこう選択肢があるところで、私たちはどういう選択をしたらいいのか、いやもっと言えば何を目指して今選択するべきなのかということなんですよ。何を目指すかがなくて、この選択のためのいい情報は入ってこない、分かってますか今言っていることが。本当にこれから未来の人たち、地球上で人類が、いや日本人たちがどうあってほしいかと、そこを見据えて、場合によっては50年100年、いや200年先を見据えて今どうするべきかっていうことが、まあ、私が一番言いたいことではあるんですけども、地球規模で成熟化しつつある社会システムと私たちを取り巻く複雑な環境問題、さまざまなテクノロジーやノウハウ、その人類の機動力をどう生かすかは私たちの未来への発想であり、どんな未来を作りたいかにかかっているんじゃないのかと、これら先端技術であり AI、 さまざまなプラットフォームをどう生かすかは私たち次第と、いやここを言いたいんですよ。もう一回言います、75年周期でどちらかというともう受け身として変わらざるを得なくて変わってきたと、ところが今は違うぞと、もういろんなものが変わりすぎて、いやだったら能動的な変革を今こそしていかなきゃいけないっていうことを私は強調したいわけなんですが、これもこのビジタス7では何度かご紹介している、ね、7つのニューノーマル、これ作ったのも2年3年、いや、ね、そのぐらい前です、あそんなに経ってないかまだ2年経ってないかもしれないです。
ですね。まあもちろんこれは AI であるとか ICT であるとかそういう、こう技術的な変革によって、そしてもう一つはこのコロナ禍とい う, こうパンデミックによって、それとこのブーカ時代、ニュータイプの時代というこの価値観の違いによっても、とこういう大きな要素によって、そのまさにニューノーマルっていうのができてきたっていうことですよね。でもちょっと早めにスピードを上げて言ってきますが、デジタル化、オンライン化、そうですよね、 D2C 化、そして EC サイト化、サブスク化、あとキャッシュレス化、モバイルオーダー化、それからトレーサビリティの進化してきた、そしてダイバーシティマネジメントがある、ね、で働き方はもちろんもうどんどんこう変わってきた、リモートもある、ワーケーションもある、パラレルワークもあるっていう、そういう状態になってきたと。でこれらっていうのはもうまさに変えていかなきゃいけない、まさに今、ね、私たちのビジネスは変わらなきゃいけない時なんですが、いやその変わり方もどこを目指すかによって、その選択の仕方によって違うっていうことを私は言いたい言いたい、はい、もう一度ここに戻ってきました。だからこれまでは、これまでの改革パラダイムシフトというのは強いられて変わってきたと。ところが今強いられもしてるんだけども、このパンデミックであり、またさまざまな AI 含めたそのテクノロジーのね、改革によって、テクノロジーの変化によって、どん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 私たちはこう強いられてはいるけども、でもどこを目指すかによってその行く先はいくらでも選択肢はあるぞと、そう思った時にこのプロアクティブな、改革が必要だ、プロアクティブ主体的変革こそが重要だっていうことを言いたいわけなんですが、伝わったでしょうか。これまでの変革とは違う、そして受動的ではなくて能動的な変革を求められているということで、今回はこんなプロアクティブ X、 すなわち主体的変革こそが今重要だって話をさせてもらったわけなんですが、伝わったでしょうか。私たちの人類の、日本人の未来のためにも、私たちはどうあってどう発想してどう行動すればいいのかということで、今こそパラダイムシフトの時、その名もプロアクティブ X 主体的変革へというお話でした。